よしこ。ああ。焼きそば弁当食べるわ。ちょっとモニター向こう見てました。あ、はい、どうもパリモス協会でございます。というわけで、大盛りか特盛りみたいな焼きそば弁当、紅生姜もあるんでかけたいと思います。焼きそばで結構紅生姜入れます？あ、だから屋台とかのやつって乗っかってるよな。紅生姜、スコ太郎みたいなね。まあ、でこの袋のやつの方は後から使った方がいいやな。賞味期限長いから実は。よし。よしよしと。というわけで、いただきます。スープからなも。片手でやるの大変やったわ。これ撮影するの三脚持ってきゃよかった。ああ、うめえ。これ多分二玉でしょ。二玉っぽかったんやけど。混ざってないとこある。今日ね、ちょっと音言ってかな、シーヒーシーかな、ギーかギーみたいな感じでなってないかな、聞こえてるかな。ここにでっかい水槽置いたんですよ。それをちょっと準備してて、なんやかんやってもちょっと飯食いそびれて、こんな時間、この後ちょっと仕事しんなのから慌ててお湯沸かして3分待ちました。うん、アクアリウムね、ドハマってますわ今。まあ、だけどこの今ちょっとね、ちょっと見えませんけど、アニマルチャンネルでまた紹介すると思うけど、こんなでっかいの買っちゃったらね、お魚さんも10年ものですよ、大体10年ぐらい生きる。まあ飛び出して死ぬ、数ヶ月で死んだやつもいたけどな。まあ普通に買ってりゃこんな大きい魚が10年ぐらい生きるんですよ。いやー、もう抜けられへんで、なかなか。まあだけど楽しいしいいんですけどね。でついに先日アロワナこのサイズだとアロワナですよね。買いまして明日来るんですけど、まあこれには入れられまだだからアロワナっていうね、テリトリーとかさ縄張り式があるから、いきなり、ほんで大体狭いところでかね、最初入れられて売られてるから、あんまり広いところ入れたらダメなんですよ。でとりあえず60センチの水槽あたりぐらいから始めて20センチぐらいになってくらいか、30センチぐらいから移そうかなと、思ってます。まあそんなアラフォー外人のね、趣味ですわ。これ一緒？じゃあ麺 130g 大盛り、これ 200g って感じがさっきのやつ、これのもう一個大きいやつ、
違うもんな、ちょっとサイズがな、うん、これが一般的な大盛りか。じゃあこれ特盛り、メガ盛り、ペヤング超超超メガメガマックスメガ盛りよりのよりの 半分ぐらいかな、うん、これペヤングのあの2玉の超大盛りは飽きるけど、なんかこれいけるわ。焼きそばだけで食べてしかな、うん、スープうめえわ。何やろこのスープうまいわ。これ茹でた汁でやるの美味しくないらしいですね。なんかまだちょこちょこ地震起こってますね、うん、まあ気ぃつけようないけど、耐震この水槽大丈夫かな、ね、耐震のなんかね、あの対策だけ、耐震の対策ってことで、耐震のね、耐震だけしといてください。うん、惜しかったです。というわけで立松協会ペヤングちゃうわ、焼きそば弁当の多分一番でかいやつ食べました。美味しかったです。ごちそうさまでした。残り少ないですけど、休日、あ、3連休もしかして。3連休？うん、まあ分かりませんけど、俺は今日の仕事です。ご視聴ありがとうございました。ごちそうさまでした。